53人が重軽傷を負いました。事件を受けオバマ大統領は緊急声明を発表。Master is therefore a critical reminder of how easy it is for someone to get their hands on a weapon that lets them shoot people. アメリカ史上最悪の銃乱射事件とした上で、銃規制の必要性を改めて訴えました。I want to say about this for about 8 minutes. Like, he was just stopping. He just kept on shooting, 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 walking around. 事件があったナイトクラブは、同性愛者が集まる店として有名でしたが、マティーン容疑者は以前、男性同士の秩序を目撃し、腹を立てていたということで、同性愛者に対し、何らかの嫌悪感を抱いていた可能性があります。また、事件直前には、自ら緊急ダイヤルに連絡し、イスラム国への忠誠を表明していたという。イスラム国系の通信社も、事件後、事実上の犯行声明を発信しました。捜査当局は、マティーン容疑者とイスラム国との関係や、詳しい動機について調べています。アメリカは、日本以上の格差社会と言われてますが、なんかこう、若者の育成っていうのが決まってて、こういった事件が来るのかなと思いますね。この生産権を覚えてしまったなと気がするんですけど、自分の身を守るために銃を持たなきゃいけないということで、銃規制が進まないというのがあるんですけど、100人以上の人に発生できる銃を持つ必要があるのかって本当に思うんですね。やっぱりもう、この間も、ついこの間も、歌手の方が、ファンの人に言ってもらって、こういうこととか、どんどんまた、これに影響的にまた連鎖になるかもしれないから、50人が死亡し、他人も53人、一人の男がそれだけのことができるというのは、まさに自動小銃の強さを感じますが、大統領選挙にも影響が出るのではないかということですね。オバマ大統領を速やかに早速の声明を発表してますけれども、民主党のクリントン、彼がテロリストや他の暴力的犯罪者の手に、銃がテロリストや他の暴力的犯罪者の手に渡ることがないようにしなければならない。もちろん、クラリさんも銃規制強化派です。一方、トランプさんは銃規制に反対なんですね。背後には、もともと共和党は全米ラベル協会という、これ、非常に大きな政治団体で、銃を売っている団体が、返金を続けているんですね、共和党に対してね。トランプさんは、犯人はアフガニスタンからの移民の息子であると、多くの中東の移民がアメリカでのテロに関与しているという声明を出しました。この方はメキシコとの間にタブースクレーだとか、イスラムからの移民を受け入れるなっていうことを言ってたわけですけれども、なんかこの人を見つめるようなことになってますか？おそらくね、しばらくはそういうふうに流れになるんでしょうね。まあ、トランプ氏が別にテロを制限することがあるとは思わないんですけど、イメージなんですね。やっぱりトランプ氏はおそらく銃規制よりも、やっぱり原理主義、つまり移民の子供が悪いというふうに最初は言っていた。で、クリントン氏の方が銃規制のものこれは私メディアだと思うんですけど、実際にこの銃で乱射して人をたくさん殺してる人というのは、別にイスラム教の人ばっかりじゃなくて、ほとんどアメリカの人が襲ってた。その問題の方が大きいんです。もうちょっとね、いわゆるゲイとか、LGBT の、運動というのが、かなり過激に進んでる。が重要というふうに言われているんですが、そんな中で検診を受けている女性が4割にとどまっているそうですね。ではなぜ受診していないのか、町の女性に聞いてきました。30代前半で乳がんを患った小林真央さん。乳がん発見のきっかけは定期的に受けていた人間ドックでした。
見の後、エリゾンさんのブログには多くの反響がありました。会見にて、今日慌てて検査を受けきました。この後、入管検診受けたことがないので、受けに行きます。入管検診に行くという声が多く上がったことに、エリゾンさんは、本日、入管の検査に行った方や、これから検査に行く方々のコメントもちらほら、これってマオがとても喜ぶなと思いました。今回のことで多くの方が検査をして、場合によっては救われる方も出てくる。そのような捉え方ならば、昨日の会見は良かったなと。今や日本人女性の12人に1人がかかると言われる乳がん。国が40歳以上の女性に対し、2年に1度マンモグラフィー検診を受けるよう推奨しています。自治体では定期的に乳がん検診を行っていて、予約をすれば検診者や指定の医療機関で受診することができ、神戸市の場合費用は40代で2000円、50歳以上で1500円となっています。2年1回からなってますけど、私の母が乳がんで、一方、乳がん検診の受診率は4割台にとどまっています。検診について町の女性に聞いてみると、乳がん検診って言われたことがあります。20年くらい前に行ったっていうな。昔は結構痛いとか、検査が。行きたくないなと思って。ちょっと怖いっていうのはあったんですね。何か、本当は怖いんだったら行くべきなんですけど、なかったらどうしようっていう、ちょっと怖さがあって、30歳を機に受けようかなと。まだ今28なんで、予約じゃ連続。日程とかのさったりなっていうので、来年って言ってこうね、伸ばしになっちゃってます。こういう先生で自治体がね、何か援助してくれるとかの補助が出ると聞いたことがあるんですが、実際にどれくらいの頻度でですか？はい、主にこれね、神戸市と大阪市の例なんですけれども、はい、ご覧のように神戸市は40歳以上になるとマンモグラフィーにですね、2年に1回受ける機会が、希望して予約すれば受けられるということなんですが、1回1500円から2000円、ただし70歳以上は無料です。で、大阪市は30代の方は超音波検査が年に1000円、40歳以上はマンモグラフ2年に1回で1500円ということで、ただこの40歳になった時だけどちらの自治体も無料クーポンで通知するということらしいですね。田村先生、これはそういうクーポンとかこういう機械を使わなくて自分で行くとなるといくらぐらいかかるんですか？これは自費になりますので、やっぱり1万円から2万円ぐらい、その医療機関になりますというのがあると思いますので、お金がかかると思っても、普通に自分で行くよりはとてもお安くできますし、とても素晴らしいなと思うのが大阪市で、基本的には通常多くの自治体が、2年に1回のマンモグラフィーです。レントゲンを皆さん行きたいと思っている、こちらなんです。乳がんに2つあって。で、マンモグラフィーというのは皆さんが分かっている、レントゲンを取るやつですね。こちらは確かに、して死亡率が低いことがもう分かってます。なので皆さんこれを推奨しています。なので40代後2年に1回、デメリットとしては小さながんも確認しやすいですね。でもデメリットがあって、特にアジアの人って乳腺が結構発達していて、高濃度乳腺と言われる乳腺の方が多いんですね。そうすると白く映ってしまう、そしてがんに白く映るので、区別がしにくいんですよ。なのでこういったものがあります。ただ超音波検査というのは今のところですね、死亡率を減少させるというデータもないんですけど、今、大規模調査がちょうど行われている途中です。なので、メリットとしては、誰になっても、エンドリックな薬による砂漠はない。で、さっき言った高濃度乳腺でも、小さながんを発生、高濃度乳腺でもできやすいんですけど、逆に言うと小さながんを発生しない。両方メリットとデメリットがあるので、推奨しているのはどっちもっていう方も多いんですが、なかなか
一つの手なんですよ。分かりにくい、もしかしたら、人間のかもしれない。で、今言われているのは、もちろん変身 100% につけるのは難しいですけれども、分析者までの人は、常に自分に確認をして、で、何かおかしいなと思ったら、優先外科と呼ばれる専門医の先生に会って相談をすること。で、あと、40代と必ず2年に一度は、検診を受けて、で、あと、もう一つ、こうやって今回の小林さんのように、やっぱり妊娠の後すぐに来る方もいて、そういう方は検診を受けられないんじゃないかと思っている方もいますが、超音波であれば、この、妊娠中も、あと授乳中でも受けられますから、そういった時に何か異常を感じたら、簡単に専門医に行くこと、ということをもう頭に入れておいて、検診が受けるということを思っています。これ、10人に1人と言われてますけど、検診に行った人の中のデータでしょ？検診に行って見つかれると見て大きいです。本当に大きいです。検診は本当に大事だし、痛いっていうことはあまり考えないでいただきたいなと思うので。さて、続いては、ひのこさんの業界一押しクイズです。はい、今日も少々暑い季節が入ってきましたので、冷たいアイスクリーム業界に注目しました。